はい、富士チャンネルの藤子です。今日はイラストを描きます。また今回はディズニーの最新作のズートピアのキャラクターを擬人化していきたいと思います。どうなるかな。これがズートピアのワンシーンですよね。すごく可愛いですね。なんか表情が個性豊かで。こっちがニックで、こっちがジュディ。ジュディが主人公なのかな。うん。よし、じゃあこの二人を擬人化していきます。最初に下書きです。このシーン見ただけでもこれラブストーリーなのかな、なんかいろいろ想像しちゃうから。うん。で、ディズニーのキャラクターはやっぱり動物であってもなんとなく西洋人っぽい、擬人化するならっていうイメージがありますね。うん、西洋人っぽいイメージ、なんでだろう。なんかやっぱり目の色がなんかカラフルで明るくて綺麗だったり、あとなんかオーバーリアクションな感じ、楽しげな雰囲気とかがなんとなく西洋の人っぽく、動物のキャラクターでも見えますね。うん、これってみんなそうなのかな。はい、じゃあ下書きが終わったのでペン入れをしていきます。はい、では色を塗っていきます。もうちょいですね。はい、それでは今回のズートピアのキャラクターが完成しました。イエーイ、擬人化しましたね。じゃじゃん、ニックとジュディですね。ズートピアですよ。はい、こんな感じで完成です。いかがですか。ぜひあなたも描いてみてください。じゃあまた楽しいイラストを描けるように頑張るので、リクエストお待ちしてます。またねー。